番組では関西シャキシャキ娘として頑張ってきました久松香織です。はい、グラビア界の救世主高翔こと高崎翔子です。はい、大沢玲美です。私はグラビア活動の他に、ポップティーンというファッション誌のレギュラーモデルをしています。女子系Hカップの立花凛です。よろしくお願いします。はい、チャイナガールって呼ばれてます熊井瑠衣です。その一報を受けた時の気持ち、はい、それを順に伺ってまいりたいと思います。自信は昨日までは結構あって、絶対なるって自分を信じて言って、 でもいざ電話待ち続けていたら30分経っても40分経っても電話が来なくて、もうダメかもって初めて思いました。のぶさんから電話が来て、その時はすごい嬉しかったです。素直に嬉しくて、もうその時も涙が止まりませんでした。やっぱり周りの子とかを見ててすごい勉強になることも多くて、でなんか番組も千鳥さんもすごいツッコミとかボケとかが上手だったりとかして今後の活動についての発表がございます。ユニットデビューが決定いたしました。おお、ということは楽曲制作や歌唱イベントも予定されております。歌出すってことですか？はい。なんやねんそれ。前に願った夢がようやく今日叶うことができました。2年前のニテルジェニック2013年になりたかった夢を今日リベンジで果たすことができました。本当に嬉しいです。でこれからも皆さんの期待に応えられるように精一杯頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。私は今年初めて芸能界に入って、それも日中の架け橋になりたいというなので、この日テレジェニック2015になったからには、この経験を生かしてその宣言を果たせるようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。それぞれ他の5人にはここは絶対に負けないというところがありましたら教えてください。はい、私はフィギュア体型と自分で言ってます、のこのプロポーションと横乳がチャームポイントです、うん、はい、横乳取ってください。行動たるもんです。はい、はい、はい、私はそのままこの自分の自前の明るさと誰よりも可愛い笑顔です。あら、自分で言う。